These are blueberries.、Mm hmm. Plunes? No, 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 prunes. Not prunes. <laughs> These are blueberries. Yeah. <laughs> Maybe. Yes. Blueberries. じゃあ、読んでいきますけれども、日本語を英語で読みましょうね。えー、っと、日本語を英語で読んでいきます。こっちからね。1,2,3. 毎年、Every Year。悪いスタートだった。 It was a bad start. 準備をしておく Be prepared. 助けを彼彼を助けるために To help him. この to はことと訳してもいいので彼を助けることという意味もあります。避難訓練を行った Had an evacuation drill. 住民のために For the residents. 準備しなければならない Must be prepared. この B が入っている これ過去分詞になってる。これがミソね。トムによって壊された窓。The window broken by Tom。ますます、more and more。人々を助けることが彼らにとって重要です。It's important for them to help people. お互い、each other。一緒に働く。work together。京都を訪れる観光。 <客> <laughs> 京都を訪れている観光客だね、これね。Tourists visiting 京都。その数は増えています。The number is growing. も。私たちの多く、many of us。彼らの多くだったら、many of them になるわけね。私たちは経験しました。We experienced いくつかのシミュレーション、some simulations 鳥の数 The number of birds of 何を食べるかわからない。I don't know what to eat。ごめん、I なんて入れちゃったね。これ入ってなかったね。もう一回言います。何を食べるかわからない。Don't know what to eat。地震の際に、In an earthquake。一生懸命勉強することが必要です。It's necessary. あ、これ、言うがあるから、えっ、ー、とね、ここにあなたは、 を入れてもいいね入れとこうか、一応。入るかな。あ,あなたは、いきましょう。もう一回行きましょう。あなたは一生懸命勉強することが必要です。これ、あなたはって言うい。あなたにとってにしてもいいね。これでもいいよね。あなたにとって、これ for だから。どちらもいいです。これあってもなくても構いません。じゃあもう一回ね。あなたにとって一生懸命勉強することが必要です。It's necessary for you. To study hard. 外国 foreign countries、外国の訪問者フォーレン・ビジターズテストでどのように作るかを学びました how to make. どのように作ることができるか how we can make. 自分自身を守るこれ私たち自身をって意味の「アワ」ですね だから、あなた自身を守るって言いたいときには、protect yourselves。あなたたち自身をね。それから彼ら自身だったら、protect themselves。で、一人で彼自身だったら、protect himself。それから、単数であなた自身だったら、protect yourself。私だったら、protect myself になります。先生の指示に従う。follow the teacher's instructions。日本語で行われたテスト。 The test given in Japanese. 行うっていうのが give. で、行われるっていうのが give になります。過去文詞です。簡単な日本語で行われたテスト。The test given in easy Japanese. その町が私たちを助けてくれた。この死でもいいですね、これね。The city helped us。地図を配る。hand out a map。生徒たちによって書かれた本。 The book written by the students. 中学校 .Junior High School.、えー、かん単純な地図 .Simple maps. 生徒によって作られた記号 .Symbols made by the students. どこに行くべきかを示す。Show where we should go. これ私たちがどこに行くべきかを示すって意味だよね。人々に料理の方法を示す。How. あ、すいませごめん。 show people how to cook. 災害時に in a disaster. 新しい先生にインタビューする。interview a new teacher. 学校で at the school. 学校で at school 違いはその学校でっていうのはこれや。ここね。そのその学校で at the school. 学校で at school. 一つの言葉。あ、これ違うな。えっとね。一人,一人が言います。一人って意味なのこれ。ワンはね。で、言う、せいだから。で、これワンは一応3にしょ単数で考えて、ここエ S がついてます。でもう一回いきます、一人が言います。 One says, 誰かが言いますって言うのもなるね。あなたに会えて嬉しい。I'm glad to see you. 人々を助けることは重要です。It's important to help people. 外国の人々。Foreign people. ヨーロッパに来ている。Is coming to Europe. あ、o v e s Card points.